夢ラジオ第768回、今日は平成29年9月17日日曜日です。時刻は午後10時半。日曜の夜、雨が降り続いた日曜日でしたが、今止みました。空がちょっとずつ晴れてきて、 夜の空、台風はもう過ぎ去ったんでしょうか。明日は朝から晴れてほしいですね。窓を開けたままでの放送、雨上がりの涼しい夜風けれど、今日は窓開け放してはもう寝られないですね。寒くなりそうです。リスナーの皆さん、日曜の夜おくつろぎのことでしょう。普通明日からまたお仕事、マーケットも始まりますねみたいな話になるんですが、明日もお休みですね、3連休。私はカレンダーとはあまり関係のない仕事の形態なので、明日も朝早くから代官山行かなきゃいけないんですけど、まあ普通は明日お休み。そんなくつろぐ日曜日の夜、試作にぴったりです。今日はアンリ・ベルクソン取り上げます。アンリ・ベルクソン、形而上学入門。形而上学入門、ラントロデュクションアラメタフィジック、アントロデュクションアラメタフィジック、これはベルクソンの思考と運動、そういう本の中に含まれている一編、形而上学入門。この思考と動くもの、ラポンセエルムーブモン、ラポンセエルムーブモン、これは9つの章に分かれているんですけど、そのうちの1章あるいは1編、6つ目に収録されています。形而上学入門取り上げましょう。ベルクソンという思想家は、実は現代思想あるいは20世紀思想を語るとき外せない哲学者です。この今回ご紹介する形而上学入門も、形而上学というメタフィジックという言葉を使っていますが、まあ、哲学のことと思って聞いていただいたらいいです。これは哲学入門なんですよ、ベルクソンによる。そしてベルクソンには大きなね著書が他にもいくつかあるんですが、まあこの夢ラジオで最初にご紹介するにあたり、まあ一番わかりやすいというか、一番とっつきやすいこの形而上学入門をお話しいたします。ただしこの形而上学入門の中にも、他の大著に見られるキーワードが散りばめられていて、あるいはもうベルクソン哲学をもう20分で分かりたいと、ね、20分、ね、もう20分で分かりたいんですベルクソン哲学をというならば、今回のこの夢ラジオをお聞きになって、その形而上学入門とはどんな著書かを理解していただくだけでも、まあベルクソン哲学についての大まかな見通しは得られる。この夢ラジオの
哲学シリーズはそういう自分では読む時間もない、あるいは読むエネルギーもないけれど、なんか古今東西の思想家がこれまで生きるとは、見るとは、考えるとは、時間とは何なのか、こういうね、古今東西の思想家がそういう問題をいかに扱ったか、それを知りたいと。自分じゃ読む気も時間もないけど、そのようなリスナーの皆さんに、ま、大まかにはこんな感じですよと紹介することも一つの使命と考えてはいます。今回はベルクソン、フランス人ですよ。20世紀の前半というより19世紀の後半から20世紀の前半にかけて、まあ、活躍した哲学者です。ハイデガーと同時代人というふうに言っとけば、まあ、大体流れがつかめるでしょう。ただしベルクソンはフランス人、ハイデガーはドイツ人。そしてこのベルクソンとハイデガーが、まあ20世紀の哲学に及ぼした影響は大きい。そして日本の思想家に及ぼした影響も大きい。この夢ラジオでも再三取り上げている西田哲学、あるいは京都学科、この面々もこのベルクソンおよびハイデガー、宮沢賢治という詩人、童話作家、彼もベルクソンから大きく影響を受けていますよ。ですから宮沢賢治の中にはこの西洋哲学からベルクソンの影響、そして仏教からは日蓮宗の影響、これがぐーっと流れ込んで宮沢という個性の中で混ざり合い、独特の宮沢ワールドを作り出しています。こんな言い方をすれば、ああ、じゃあベルクソンってそんなに大事なんだと、じゃあどんなこと言ってる人かちょっと聞いてみようかな、はい、そう思っていただけたら嬉しいです。結局この刑事上学入門というそんなに長くないこの著の中で、ベルクソンは分析という言葉と直感という言葉を使っているんです。分析とはサイエンスですよと、科学ですよと、直感とは刑事上学ですよ、哲学ですよ。そしてはっきりとは述べられてないんですけど、まあ言いたいことは、その直感の方が分析より優位に立つよ、こうでしょう。直感の方が分析よりも優位に立つよ。もちろん科学の分析も使えなくはないけど、サイエンスは記号を使います。例えば数式、例えば言語、例えば化学記号。ところがこの記号というものは静かなもの、統一されたもの、動かないもの、その描写にしか使えない記号はね。けれどこの私たちの生きる人生、これは絶えず動いていて、絶えず持続していて、持続という言葉をベルクソンは使います。キーワードですよ。絶えず持続していて、そして不統一なものである。ですからこの絶えず動き、持続し、不統一なもの、こういう世界、あるいは自分もそうですね。この私、この私も絶えず動いていて、絶えず持続していて、
矛盾もはらんでる。そういうものを描写するとき、記号じゃ無理だよと、分析じゃ無理だよと、限界あるよと。そうではなく、人生を丸ごとその深みにおいて捉えたくはないか、人生と一致してみたくはないか、まあ、分かりやすく言うと、ベルクソンはコインシデーという言い方をしていますね。コインシデー、一致する、それは直感だよと。直感によって矛盾を含んだ、定律と反定律という言い方をするんですけどね。定律と反定律、これはまあ正と反と言ってもいいです。正と反、定律と反定律、要するに矛盾です。この矛盾を含んだこの世界ですね、対象というか、それを丸ごと矛盾も含んだまま一致できると。この時主客の分離も消滅しそうですね。この直感によって世界と一致できる時、人生と一致できる時、西田哲学、主客身分を唱えました。ベルクソン哲学からの影響は明らかでしょう。しかも西田の言う直覚、これはベルクソンの言う直感、アントゥイシオンですね、酷似していますよ。分析では決して対象にたどり着けない。そして何とかして対象にたどり着きたいという満たされぬ欲望を抱えながら、分析は対象の周りをぐるぐる回っているだけなんだと、ちょっと文学的な言い方もしてますね、ベルクソンは。分析では対象の周りをぐるぐる回るだけ。では本当にその対象をしっかとつかみたかったら、あるいはさっき言ってた一致ですね、対象と一致したければ直感ですよと。じゃあその直感ってどういう働きなんですか。その直感っていうのを磨くためには日々どういう訓練あるいは修行をしたらいいんですか。哲学書なのでそれは語られません。直感によって世界と一致、人生と一致、ベルクソンが主張するのはここまでなんです。だがここまでの主張だけでも、主体を置いて客体を置いて、そして主体と客体の関係はとか、主体が客体を理解するときどこまで理解できるかといった、19世紀までの哲学から大いに脱却できたことが伺えます。人生も世界も、そして自分も、持続、デュレというフランス語を使います。デュレ、これは名詞ですよ。デュレ、持続、絶えず動いている。それを記号、分析、こういった道具でアプローチすることはできない。ひとえに直感によって。ですからこの人生を分析というか、人生を考えたいと思うとき、その一番身近な対象は自分ですね。人生あるいは対象を考えたいと思うとき、一番身近な対象は自我あるいは自分。そしてこの自分とは何かを考えるとき、自分とは何かを考えるとき、
その自分とは何か、ベルクソン的に答えるなら、それは持続ですよと、デュレですよと。そして自分のデュレ、これを保証するものは記憶なんだと。記憶なんだと。記憶はずっと続いていて、私の同一性を保証している。しかもその記憶にはどん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 付け加わり、記憶が変形していき、そして私も変わっていく。その同一性、過去から現在、そして未来へという時間の流れの中での同一性、これを同一性そのままに、正と反を含みながら捉えたい、一致したいと思うなら、直感によって迫るしかない。ある一点でね、この世の現象をある一点で止めて、その一点で止めた時の描写にはサイエンス有効。それは静かだからです。動いていないからです。ところがそんな状態というのは人工的な状態で、私たちが普段生きている人生は流動的ですね。流れていますね。変化もしています。生成もしています。そのようなものを捉えるときには、科学、分析、このようなものでなく直感なんだと。そしてでは、その直感をどう磨いていくのかという、その方法みたいなものはこの書では語られませんが、ただし直感というものを使って人生、世界、物質、そして時間、このようなものを考えれば、どういう結論が出てくるか、それがベルクソンの体調、まさに今回は入門、ベルクソンのキーワード、直感。これは西田哲学における直角へとつながっていった。こんなふうに理解しておけばいいでしょう。そしてベルクソンの他の大きなものについては、また回を改めてこの夢ラジオ哲学シリーズでしっかりご紹介したいと思います。日曜日の夜、また雨が降り出してきましたね。雨が止みましたなんて放送最初には言っていましたが、また雲がわっと空に出てきて雨が降り始めました。今から真夜中に向けての時間、静かですが実り豊かな時間、流れていきます。